種田美智子50が店主を務めるオンラインショップ羽田人商店が4月11日にグランドオープン。それにちなんで羽田美智子の羽田人マルシェが浅草丸ごと日本で開かれ、同日オープニングイベントが開催された。羽田人商店は1865年から続く羽田家の屋号。羽田の両親の代で一旦は畳まれたものの、羽田が6代目店主として再開することを決心した。商品は羽田が日本全国に足を運んでセレクトしたもの。現在9品を扱っており、今後も随時商品を増やしていくという。羽田人商店の前掛けをして登場した羽田は、平成は女優としてスタートし、令和という時代には二足のわらじとなりましたと笑顔で語った。また店主としてはほやほやの新人一緒に育てていただけたらと呼びかけた。屋号を継ぐなんて夢にも思わなかったと明かした羽田は、一人身の女性が50歳からどうやって生きていこうと思った時に生き生きと輝けることを始めたいと思ったと屋号を引き継ぐ動機について説明。一方、始めるのは簡単だけど続けるのが大事、辞める方が難しいと離婚の時に思いましたと話し、会場を笑わせた。またイベント内で開かれた参加者からのお悩み相談コーナーでは、それぞれの悩みについてぬか漬けやしじみ汁といった商品を的確にセレクト。商品の魅力を説明するうちに、これは絶対に美味しいです、全部の良さを伝えたいんだけど伝えられないと熱の入る場面もあった。イベント後取材に応じ、定期的にマルシェを開き日本全国でできればなと夢を明かした羽田。現在大人気放送中の特捜9テレビ朝日系の現場にも羽田人商店で扱っている雑穀米と海苔の差し入れをしたと明かし、羽田人商店を通して食と健康の知識をお裾分けしたいなと語った。羽田人マルシェは同日から14日まで開催され、仕事の合間を縫って羽田も店頭に立つという。おすすめ商品はもちろん羽田の魅力にも触れることのできるまたとないチャンスになりそうだ。